現在のところまだ片側1車線の一方通行なんですけれども、この道すでに道路の拡張工事を終えていて道幅は広くなりました。さらに歩道もきれいに整備されています。福島市にある忍山の脇を通るこの道、工事が始まったのは今から33年前のことです。福島市内を通る大動脈、国道4号線と国道13号線、この2つの国道を結ぶために工事は計画されました。県文化センターの前には祓川を渡る橋があり、当時は一方通行の1車線、川の流れを変えながら徐々に道路を拡幅、60億円以上の事業費をかけて現在も工事が進められています。もともとは1車線だけの片側通行で、だいたい幅員が4メーターぐらいしかなかったものが、今回は歩道も含めて25メーターまで、広がりましたので。そしてこの場所というのは、はいはい、ここはですね、あそこの鳥居のところからこのまっすぐ降りてきて、ここがちょうどその交差点になる位置になりますね。はい、新たな忍山への入り口という形になるのかなと思いますね。ハローワークの駐車場として使われていた土地を市が買収。ここに新たな道を作ります。忍山の道をこう伸ばすっていう案はもともとこれあったんですか？はいはい、こちらの道路の計画ではもともとはなかった話なんですけども、忍山への入り口が目立たなくなってしまうので、最終的にこの道路は国道4号線から国道13号線までこのように通る計画で、去年の末時点でおよそ 65% の工事が完了、令和8年度の完成を予定しています。福島市の中心部で続く道路工事はこちらでも、国道4号線へと続いているこの道、朝のこの時間帯交通量が増えてきて多くの車が信号待ちをしています。車列がずらっと続いていて渋滞が発生しています。現在福島市の中心部で国道4号線と国道13号線を結ぶ相互通行が可能な主な道路はこの3本、そのため通勤通学などの時間帯は交通量が集中し、渋滞の発生が課題となっています。時間帯によっては、車の流れがスムーズでなくて、特にバス路線とかなんていうのはバスがなかなか進まない状況も。福島市は忍山側と合わせ国道同士を結ぶ道路を増やし、交通量を分散させようとしています。今年度中に完成を予定している宮下町の道路。着工から10年以上の時間を要しました。住宅が張り付いてたところだったものですから、ここからですね、もう生活ができなくてよそに移転してもらったりとか、そういったことでいろいろとご苦労をおかけしてた。向こうの路線につきましては事業省とか、観光庁とか数は少なくてもいろいろと調整をしなくちゃいけない部分が多かったので、用地の買収や移転などの交渉を進め、完了のめどが見えてきた道路工事。この通りにある福島市の市民会館には4年後消防本部が移転、その他にも観光庁が集まり新たな街づくりを目指しています。道路も作るだけではないので、それをあとどう活用していただいて、どう街に貢献していくかというところは我々も期待していきたいなと思っています。新たな道路がどう人や車の流れを変えていくのか注目です。